六代さん。これが多分六代さんだ。おっと、いらっしゃった。取れるかな。ほら、やっぱそうだ。あ、映りましたか。オーブとしてね。答えは、一応僕に対しての反応はしたから、うん、うん、帰ってもいいんじゃないで、帰ってもいいんじゃないですから。丁寧な言葉で喋る人たちはね。反応したから帰ってもいいんじゃないですか。いいんですかって聞くよね、逆に。どういうこと？なんかもっと言いたいことあってわざわざ霊感高いかっちゃんに、その、いや、さっき言ったように、うん、平の、ね、たパパさん、誰だった、ただ森さん、ただ森清盛、はい、のことじゃなくて、私たちの方をもうちょっとそういう理解してもらいたかった。あ、さっき言ったでしょ、俺、うん、コンタクトはそれがそれだけなんやで。あの人たちよりも苦労したのは私たちだって。そうなの？あの、うん、六代は何も正直悪いことをしてない、うん、ただただその清盛の、あの人にポキンと、お前違ったこと言っとるやろ。でも向こう、僕はただただ生まれてその中に、うん、その戦いをやり続けてきた。そうだね、あの、巻き込まれた方ですね。だから悪くは言われた。ほら、パチパチ言い始めたでしょ。おこだ、完全怒ってるよ。あ、お前いらんこと言うから。なるほど、ね、さっぱり。あ、俺の声聞こえてるの、これ。俺から通して聞こえるさ。当たり前だろ。ごめん、あの、長くやってるけど初耳やで。ほら、パチパチ言い始めたでしょ。ほらほら。あ、穏やかじゃない。どうもすいません。ありがとうございました。お騒がせしました。さあ、皆さん、ちょっと、あのね、ラッポンの足網が早くなってきたから。ちょっと離れましょうか。ちょっと解散させていただきます。これ以上、腰が痛くなるのは嫌だ。おめえ、いらんこと言いすぎだ。やっぱし声が聞こえるんだよね、おばあさんの声。遺族が悪いわけではない、ね、遺族が悪いわけではないっていうのは、その3代目4代目ってその代を追った人たちのことってこともあるし、うん、やっぱし周りの下から崩したやつが、うん、でもみんな嘲笑うように失敗を喜んだ人がたくさんいる。まあこれひそひそ話はそれだと思うんだけどな。あなたがいらんこと言うもんで機嫌を損ねたみたいですな。ちょっとビビったな、今日は。なるほどね、幽霊を刺激するってこういうことなんだね。そういうことだね。いや、あの、現地でいらんことを言うなと、うん、ちょっとやばいね、風の雰囲気が変わりましたね。皆さん、本当に結果は出せなかったんです。コンタクトを取ってみて、それはあの、現状として幽霊としているっていうことなんですか。成仏できてないの。コンタクトぐらい取れるだろう。あ、成仏してても、うん、なんか俺嘘言って喋ってるように思われちゃうよ。生まれてきてよかったね。よかった。それは別に生まれてきて、生まれた瞬間これやったからっていう感じだわな。ん、俺が悪いわけじゃねえしっていう。うんうんうん。それで
借金とかいろいろな苦しみを。え、この声を聞こえるのかな。ちょうどここだ。怖いね。ラプーンががっつり近づいてきているのです。うん、ラプーンがそこまで来てるんだよね。やっぱ今日は帰らなくちゃいけないのか。もったいないな。ここまで来たのに。割と遠いんですよ、ここ。でもコンタクト取れたでよかった。でもそうか、うん、誰だろうな、本当に。6台が喋ってる。6台が喋ってる。今、見えた。分からん。動きは、あの、姿見えんかった。だろう。シカちゃんじゃないの。俺には人型に見えた。よくねえ、よくねえ、それはよくねえ。なんで走っちゃうね。俺初めて君、久々に君を置いて逃げたよ。そう、急に走り出したから、あれって思いながら走れと思ったもん、早く濡れ。塩は塩はあ塩しなくていいの。俺も今知った、はい、よし。ガチ撤退じゃん、ガチ撤退じゃん。いや、俺には今人が歩く音が、完全人が歩いた音だったやろ。まあ、4足より2足な音だなとは思ったけど、これ、はい、いや、違う、横目でフィッて見た時あれ多分6台だろ。それは、シャレにならんな。あれならんどこの騒ぎじゃねえぞ。速攻で走った俺。これで分かったやろ、人間冷てえなって。持ち上げてくれやめよう。おいすら言わんくなったよと思った。あ、おいの一言すら言われずに、なんか喧嘩始めてたから。いや、俺走れば走ってくれるかなと思ったもん。照らしとるでガンガンやと思ったでさ、おいおいって言ったんや。俺民家の方のなんかあれかなって思ったもん。違う、カメラ後ろ撮って。おはーい。いや、反応したな。やべえな、やっぱし反応するんだ。姿見せて。コンタクト取ったのまずかったかな。そっか、キャー、言葉通りまんま出てこいって言っとるわけだもん。出てこいって言っとるんやで。足音だけやん、聞こえたの。足音だ、姿見せてほしいのに。でもさすがになんか怖い気配がしたで、逃げた俺。横目で見たら、あれはもう、あの、俺が見た服じゃねえけど、うんうんうん、うん、浴衣を着てたで、病人なんだろうな、もう完全に。ああ、うん、あ、今怖かった、本当怖かった俺。なんで逃げねえんだろうと思ったもん。動物やと思っとるんかな、こいつと思ったで、またおいおいって呼んだんよ俺。まあ、動物の人はなんか変だなとは思ったけど。2本足で歩く動物っていねえぞ。猿でも4本足で歩くの。クマなら立って歩くんか。大丈夫、うん、大丈夫だと思うけど。ならいい、次
ついてきてない。よかった。離れることはねえな。完全日本足やったもんな。歩いて日本足の歩き方やもんな。そう、あの音聞いた瞬間に、うん、あ、シカちゃんかと思ったけど、あれ4本足の音かって思って、日本足臭いな、じゃあ何ってなって、猿かって思いながらカメラ撮ってたけど誰もいねえなと思いながら、いねえって、俺だってうっすらしか見えんかったもん。ああマジ怖かった今。なるほどな。なんで、いや、なんていうか、そうか、この展開でも想像しなかったな。あの、散々悪口言う回にはなるでって、あの平家のね、それは没落してたんだから、相当悪口言っとるぞお前。あれは言っちゃあかんて。あれはね、1400年経ってても自分の失敗滅ぼされると人って切れるんだね。六代さんがどちらか出てきてくださいって言ったやん。はい、うん、それからちょっとあれやったけど、オーブだけでは物足りねえのか、もう完全にあれやったもんな、帰らせモードに入らせて足音を聞かせるなんて、こういうぞ、ラップ音だったらまだマシやったけど、ひでえと追いかけてくるでな、車に乗ってる。ちょっと怖かった俺も。これ見ろ、だからいらんことは言わん方がいいな俺も。そうだね。え、なんていうか、正体っちか、いたなら教えてくださいって言った時、教えすられすぎたな。っていうかマジかよ、で1時間もおったぞほぼ。出てこれるぐらいおるんかって思った正直。もういい加減魂としての形もなんていうのギリギリ保っとる程度だろう、何もしてこんだろうって思ってたら、がっつりそのがっつり足音で降りてきてるやん。いやー怖えな、ワクワクすんな。想定外なんだよな。あの、いや俺も想定外。俺はオーブとか、オーブはまあ正体を表してくださいって言った時にさ、何かの証拠、うんうんうん、見てくださいって時にオーブ、その瞬間オーブと取れたやな。はい、で、あまりにも帰らねえせいか、あで、こっちが、あ、こっち、ここら辺側だわなって言って俺行ったやん。はい、その次の日の、次の瞬間に足音聞こえたやん。うん。まあやめてほしいんだろうな。あやべえ。でもね、なんていうかね、あなたが霊感あげて、いかんつつきすぎたとか言うじゃない、うん、初めて俺も一緒につついた気持ちになってる今。間違いなく着火剤俺だよって思う。だって俺の言っとる、あなたが言っとることは俺の通しだし、向こうからにも聞こえるで。聞こえるでしょ、うん、あの、ね、悪口しか言うつもりなかったから、本音を言うと。生きてる人間でも切れるぐらいには悪口言うから。だから俺言っとるやん、デレカバーしとるの俺やん。怖かった、マジ怖かった。